皆さんこんにちは、お二人に続いて、3番バッターということで、お話をさせていただきます。先ほど加藤先生の方からもご紹介いただきましたけれども、私はですね、前大阪府議会議員ということで、今日はどちらかというと政治家として話をするということと、学生生活について、自分の学生生活はどうだったかみたいなね、ところを話してほしいということなので、そこら辺を中心にですね、例えばこの2人との共通点はどういうところなのか、今どういうふうなのが変わってきたのか、そしてこれからじゃあそういう問題点を解決していくときに、政治は何ができるのか、なかなか難しい質問ですね、そういうようなことが、この30分でちょっとお話しできれば、いいのかなと思います。ただですね、私自身、ちょっと自己紹介兼ねますと、私はですね、2003年の4月に、大阪の堺というところで、府議会議員選挙に立ちまして、当時28歳でした。28歳で、最年少だったわけですけれども、で、10人が通る選挙区の中で10番目で、通ったということで、当時ですね、なかなかやはり都道府県議会に若い人がなかなか通らない、皆さんもやっぱ政治家のイメージってこう年を取ったおっちゃんたちのイメージがあると思うんですけれども、そんな感じで若い人が通った、特に私はその時無所属で通りましたので、政党や組織の後ろ盾を持たない人が通ったっていうことで、これは政治の世界も少しずつ変わり始めたんじゃないかっていうことで、少し大阪の中では話題になりました。そしてですね、2003年から4年間任期があったわけですけれども、その4年の任期の中のちょうど真ん中ぐらいですね、2005年の8月に毎年ですね、このお二人からもあったようにパレードが東京であります。で、2005年は2年ぶりに開かれた東京レズビアン&ゲイパレードというパレードがあったんですが、そこのですね、オープニングの時に挨拶に立ちまして、今日はレズビアンとしてこのパレードを歩きますということを言いました。そしてそれと同時に、本をカミングアウトという本を出版しまして、これがですね、日本では実は現職の政治家が同性愛者であるということを公表したのは初めてだったということで、そういうことで残り後半2年間はオープンな同性愛者の議員としての活動も増えてきたという活動をしておりました。でですね、今年の4月で4年間の任期が終わりまして、そしてこの7月が実は熱い参議院選挙があったわけですけれども、その時に今度は民主党からですね、今も大沢さんのことでごたごたしてですね、もう頭痛いところなんですけれども、民主党から全国比例というですね、選挙区が全国区である、全国の誰でも投票できるっていう、そういう選挙区から立候補をしました。オープンなですね、同性愛者がこのように国政政党から公認をされるというのは初めてです。歴史の中でいうと、昔はですね、東郷健さんという方がいらっしゃいまして、その人が昔脱民党という自分で党を作ったところから出ておられました。でまた性同一性障害ということであれば、社民党から衆議院選挙に猿田玲さんという方が出られたことがあるんですけれども、同性愛者としては、だから東郷健さん以来でいうと30年ぶりぐらいになるんでしょうかね。私今32なんですけど、あんまり東郷健さんの記憶ってないんですね。もっと私より10年15年ぐらい上の人たちからの記憶になってくるので、だいぶ間が空いたわけですけれども、今までそういうですね、民主党のような大きな政党が同性愛者を公表した人を公認するってなかったんですね。で、今回私が公認を受けたことっていうのは、どういうメッセージがあったかというと、同性愛者であるということ自身によってはもう左右されないということですね。同性愛者だからダメだということではないということです。それよりも積極的な評価をしたわけですね。同性愛者であるということによって、こういう人を民主党が立てることによって、今まで政治に興味を持ってこなかった人たち、同性愛者やセクシャルマイノリティと呼ばれる人たち、そういうマイノリティを支援してくれる人たち、そういう人たちの票がもしかしたらプラスに出てくるんじゃないか。
まあ、そこまで今だん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 ものの考え方とかですね、セクシュアルマイノリティに置かれている状況は、まあ、変わりつつはあるっていうところだと思います。まあ、しかしですね、なかなかね、一つの面を取って日本は変わり始めたっていうわけにもいかない、ね、日本は広いですし、世代や場所によってよっていろんな違いがありますから、まあ、いろんなまだまだ思いを持った人がいるのかなという感じが、しております。で、まあ、私自身はですね、今でも政治家として語れるかというと、この夏の選挙で落ちちゃいましたので、どちらかというとちょっとニートに近い感じみたいなですね、30代前半で仕事を失ったみたいなところでですね、これからのなかなかですね、人生難しいなというところもあるんですけれども、でもまあやっぱりまだまだ政治の場でやらなくちゃいけないことは多いと思ってますので、なんとかですね、この苦しい状況を生き延びたいなと思っているわけですけれども、そうですね、大体そんな感じで自己紹介で、じゃあ私の大学時代はどうだったのかみたいなところをですね、少しだけお話をさせてもらうと。